どうもこんにちは、三浦です。さあ、妖怪ウォッチ続きやっていきたいなと思います。前回ジバニャン友達になったんだけど、さあ、いい感じに妖怪ウォッチね、内容忘れていて、今回はどんな感じになるのかちょっと思い出せないんだけど、ふわー、よく寝た。うぃっすー、寝癖すごいね。もともとなのかあれ。ぐっすり寝ていましたね、ケイタくん。ん、昨日はいろいろと疲れたから、それよりまだいたんだ。ええー、執事として当然です。いかなる時も寄り添ってお世話しますとも。お世話はいいから放っておいてほしいな。あ、そういえば今日はふみちゃんと待ち合わせしてるんだった。ふみちゃんとデートなんだね。ウィス、そんな回あったっけ。むむ、人間のお友達と仲良くするのもいいことですね。待ち合わせ場所はどこですか。三角公園。デートなのに三角公園なのか。まあでも待ち合わせだからね。三角公園だけど、ついてくるの。行きますよ。当然ですとも。そうと決まれば早速レッツゴー。ああ、なるほど、町の結界編か。ってことはボス戦も近いってことだよね。まあジバニャンもね、仲間になったし。ちょっと、あ、そっか、声かけていかないのいけないのこれ。うん、ふみちゃんと待ち合わせしてるんだいつも言ってるけど、困ってる人がいたらすごいよね俺、困ってる人がいたら助けてあげるのよっていつも言ってるんだ。なんかすごい家庭だね。知らない人についていっちゃダメよっていうのはね、よく言われると思うけど、困ってる人見つけたら助けてあげるのよはすごいね。それじゃあ気をつけて行ってらっしゃい。はーい。あ、なるほど、クエストにつながっていくのね。困っている人発見ってやつね。クエストは頼み事お手伝いの2種類があります。まあいいか、ここら辺はね。さあ、ふみちゃんいるね、ベンチに座って。女の子を待たせるなんてよくないぞ。あ、ケイタくん、ふみちゃん元気がないね、何かあったの。さっき友達と喧嘩しちゃって、思ってることを全部言っちゃって相手を怒らせちゃったの。あんなこと言うつもりなかったのに。そうだったんだ、大変だね。きっとまだ河川敷にいるはずだから、これから謝りに行こうと思うの。約束してたのにごめんね、ケイタくん。うん、大丈夫だよ、仲直りできるといいね。あー、なか、デートの約束がなくなってしまったね。ふみちゃんが落ち込むなんて珍しいな。なんとか力になってあげたいけど。なるほど、これは妖怪の仕業かもしれませんね。え、妖怪がふみちゃんたちを喧嘩させたってこと。そうです、私の妖怪執事としての本能がそう告げているのです。よし、その理屈はよくわかんないけど、ふみちゃんを助けてあげなきゃ。ういっす、それなら河川敷に行って妖怪を探してみるのです。ういっす。さあ、それじゃちょっと河川敷行こうか。ちょっと結構遠いな。あ、ふみちゃんいた。なんか取り憑かれてるやつもいるんだけど。なんだか気まずいな。思ってることを全部言っちゃうなんて、どうしたんだろう、自分でもわからない。あの時だけいつもの自分と違って勝手に口が開いてしまったの。どうも様子がおかしいですね。あ、ケイタくん、真ん中のベンチにいる学生を見てください。あの様子は妖怪に取り憑かれていますね。この近くに妖怪がいるのかもしれません。ウィス、この辺りで隠れてる妖怪を妖怪レンズで探してみましょう。なんかあの妖怪に取り憑かれるとこういう紫の色がつくんだね。メラメラってなってるけど。あ、隣のベンチ座ってた、かわいい。バクロバーって確か B ランク、いや違うか、 B ランクってことないな、 C ランクぐらいか。ドクロバーっていうのもいたよね、確かそいつが B ランクか。ブーブー、ババーン。あ、
もしかしてこの妖怪がふみちゃんの喧嘩の原因？ウィス、間違いありません。この妖怪は暴露バー。取り憑かれた者は思っていることを全て暴露してしまうのです。うん、そっか、だからふみちゃんは隠し事ができなくなって。気をつけて。気をつけてください、ケイタ君。どうやら次はケイタ君を狙っているようですよ。バーバーババーに、このお前のことを暴露してやろうかねが全部詰まってんのね。おお、取り憑かれた。うわ、まためんどくさい妖怪が出てきちゃった。ただでさえウィスパーにつきまとわれてこっちは困っているんだからさ、早くふみちゃんを仲直りさせて家に帰ってゲームでもしたいよ。ショック、今夏で暑いしね。なぬ、ひどいですよケイタくん。ベイベイ、いい暴露ババアさん、さっきと変わってないけど、ババア、いい暴露ができたわい。暴露バーはケイタくんが結構いい暴露できたんだね。あ、それって友達になってくれるってこと？ベーベー、やった。暴露バー、暴露バー、暴露バーってなんか何気に回復できるんだよね確か。暴露バーの情報を妖怪大辞典に登録した。お、これすごいね。ガンガン溜まってっていくな。残りあと4体でしょ。手に入れたメタルは妖怪大辞典に送られた。ふみちゃんが喧嘩したのは暴露バーのせいなんだからね、ちゃんと仲直りできるように手伝ってよ。ベーベー、任せんしゃい。そんなのに悪い妖怪じゃないんだね。ねえふみちゃん。あ、ケイタくん、もしかして心配して来てくれたの？うん、 きちんと仲直りできそう？それが謝りたいんだけど、なんだか気まずくって。あの時みたいに思ったままを言葉にできたらいいのに。ねえ、バクロバー、さっきみたいにフミちゃんに取り付ける？ブーブー、任せんしゃい。ねえ、サトちゃんって言うんだねサトちゃん、洋服かわいい。さっきは本当にごめんなさい。あんなひどいこと言っちゃったけど、ずっとあなたと友達でいたいの。フミちゃん、サトちゃんになんて言ったんだろうね。私こそごめんね、カッとなっちゃって。仲直りできてよかったね。ナイスです。どうやら無事に仲直りできたようですね。あー、素晴らしきかな友情。雨降って地固まるとはよく言ったものです。ベーベー、元はといえば暴露バーのせいなんじゃでも仲直りできてよかったね。まあ結果オーライかな。お、もう夕方になっちゃったよ。ほら、どうやら暴露バーは力が余っているようですね。あ、ちょっとシャッと止まんない。妖力が満ち溢れておるわい。ウィス、うん、言われてみれば街に満ちる妖気が強くなっているような。ブーブー、怪しい男を見たわい。なるほど。小学校の方から歩いてきたサラリーマンが、そうか、今回結界がどうのこうのだもんね。それから妖力がみなぎってきて、取り憑かずにはいられなかったのですね。ブーブー、しゃっくり止まんない、やばい。ウィス、ビビッときましたよケイタ君。暴露バーの力が強くなったのはきっとその結界が関係してるに違いありません。それを知っているサラリーマン、怪しいことこの上ないですよ。彼は郵便局へ向かったようです。なんでわかんだろうそんなこと行ってみましょう。あー、ほらね、もう夕方だよね。朝出たはずなのにもう夕方。一日不意にしちゃったねこれ。待って、もう夕方だよ、そろそろ家に帰らなきゃ。ちゃんとね、妖怪ウォッチ時計もわかるんだね。うん、そうでしたね。ご両親に心配かけるのはいけません。こんな町の一大事なのに家に帰るんだね
ウォッチの針が夜になったら必ず家に帰ることにしましょう。怪しいサラリーマンは気になりますが、明日改めて探すことにしましょう。ケイタ君の活動時間が短いね。うん、朝ミス、ゆっくり寝れましたか、ケイタ君？ウィス、外はあいにくの雨のようですが、休んでいる場合ではありませんよ。行きますよ。ねえ、街の結界がどんどん破られている状況だからね、早く行かないと。早速ですが、暴露バーの言っていた怪しいサラリーマンを探しに行きましょう。さあ行くか。まあ今何時頃だろうね、これね。まだ朝か、朝の9時ぐらいかな。うわ、雨ガンガン降ってんじゃん。あ、いた。このおじさん怪しいね、なんか郵便局の人に声かけられそうだな。これをこうして、これでよしと。ウィス、ここから強い陽気を感じます。うん、ってことはこの人が？ばあ。うん？坊や、おじさんに何か用かい？用がないならあっちに行ってくれるかい？おじさんは忙しいんだよ。おじさん、見た目は普通の人だからね。怪しい、やはりよからぬ気配を感じます。隠したて無駄です、暴露ばあさん、やっちゃってください。ばあばあ。俺様は町の結界を解いて誰よりも強い妖怪になるんだ。この日のために人間に化けて機会を伺っていたんだからな。この妖力を手に入れて世界中を全部俺様のものにしてやるのさ。しまった、なんでこんなことをベラベラと。お、でもちょっと割と可愛い妖怪が出てきたね。バレちまったらしょうがねえ、お前眠ってもらうぜ。セリフはちょっと怖いけど。真ん中のネクラマテンがちょっと強いな、これね。ちょっと技出していくか。よし、ブーン。あ、サスライダーも来た。なんなん、わざ出すむずいな。よっしゃー。さあ、もう一回技打とう。結構しぶといね。ネクラマテングは C ランクぐらいだな。オッケー、やっつけた。やばい、お金240円ももらえた。嬉しい。これ帰りにコンビニ寄ってアイス買っていこう。それに地味に初めての防具アイテム粗末な腕輪が手に入ったね。なんてこった、この俺様が負けるなんて。世界征服狙ってたのに、このネクラマテング。だが公民館と銀行の結界には仲間が向かった後だ。あ、まだ暴露バー取り付いてんのかな。あれを再び封じられない限り、世界は我ら妖怪たちのもの。仲間がいたんだね。ウィス、読めてきましたよ、ケイタ君。なぜかは分かりませんが、この町には強い妖気が満ちています。結界はそれを封じるために作られたものに違いありません。なるほど。悪い妖怪はその力を手に入れるために結界を破って回っているようです。この
ままでは人間界と妖魔界の境目がなくなり町は大混乱になってしまいます。ウィス、割と結構大変なことになってたね。悪い妖怪が影響を受ける前に結界を戻しに行きましょう。よし。さあ、じゃあさっきゲットした粗末の腕はちょっと、これか。お、素早さがマイナス5も下がっちゃうんだ。どうしよう。ジバニャンにつける。でも ジバニャンスピード、まああるけど、まあいいか。百裂肉球のね、破壊力を強くしよう。よし、オッケー。さあ次こっちだ。豚さん。あ、銀行の結界ってこれのことかな。ウィス、容器がこれでもかと言わんばかりに漏れていますね。結界を元に戻すんだよね。私にお任せよ。有能な執事である私の手にかかればこんな結界ちょちょいのちょいです。執事ってそんなことまでするんだ。いきます。細かいことを気にしてはいけません。それじゃいきますよ。それお、これが仲間か。かわいい。人が欲しがるものなんて何でも欲しい。だってそれは自分のものじゃないから。ちょっとね、世界征服を狙う妖怪には見えないけどね。だからそこから出てくる力も欲しい。他人の力で強くなる横取りって最高。じゃ、ジバニャン出すか。違う、ジバニャン行こう。カッチカッチ、百裂肉球。カッチカッチ、技出すのが結構大変だぞ。さあ、一匹やられた。ピン刺し、ちょっと待って。よし、経験値アップ出てきたね。でさてはどうしよう。セミマル技使いねえ。さあ、やっつけた。さすらい玉で経験値やつ。ああ、2倍になるんだね。でも経験値しょぼいな、もともとが66か。でお金はなんかすげえ大量にもらえるんだよね。やばい、1000円超えたぞ。鳥ー、ひどい、まだ横取りしてないのに。ウィス、さてこれで結界を元に戻せますね。では気を改めて。それ、ウィス、悪いの悪いの飛んでいけ、結界を元に戻れ。なんかさっきとセリフが違うような。もう何でもいいのかな、もうセリフは。これでよしと。今のすごく適当じゃなかった？いやいや、気のせいですよ、ケイタ君。ほら、容器が消えてきます。それならいいけど。行きますよ。さあ、次の結界を探しに行きますよ。じゃあ最後の行くか。公民館だよね。さあ、公民館。割と遠いな、結構。ここか。うん、あ、違う、こっちだ。来た、公民館。あの妖怪が言ってた公民館の結界ってこれかな。ウィス、確かに強い妖気をビシバシ感じますね。結界を元に戻すんだよね。私にお任せよ。私のみなぎる羊パワーであっという間に直してみせます。行きます。まあ気にしないでください。それじゃ行きますよ。それ、セリフもなくなったけど、あ、力持ちが出てきた。マジ、そうはさせん持ち。この町に張られた結界を解いて俺たちはもっと強くなる持ち。なんだこれ。
取り憑かれていたりサボっている妖怪を攻撃すると容器が…あ、そんなんあったね。よし、オッケー。もちっ、ドッドリだ。いや、セミマル、当てたった。ドッドで、ギバニャもう技溜まってるから出して、もちっ、んで、やめずにキャー、おい、やっつけちゃった。ギバニャン強すぎ。力のお札手に入ったね。おつい。さあ、これで全部の結界元に戻ったね。ふう、危ない危ない。では気を改めて、それ、ウィス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 、チキンプイプイ、結界を元に戻れ。これでよしと。そんな適当なおまじないで元に戻るの、まあセリフは何でもいいんだろうね。もちろんです。ほら見てください、見る見るうちに容器が消えていきます。それならいいけど。いきますよ。あ、まだ結界あんの？3つじゃないの？これで3つの結界を元に戻したけど、もう1つはどこにあるんだろう。思い出してください、ケイタ君。バブロバーは妖怪が化けていったとこは小学校から歩いてきたと言っていました。この情報から推理できる答えは1つ、小学校です。小学校に向かうのです。私もあっちの方から容器をビンビン感じていますからね。よし、じゃあ小学校行こうか。かなり来てます。強力な容器を感じます。結界に近づいている証拠です。この辺りに結界があるってこと？そうです。ケイダ君、探してみましょう。あ、これもうこれだね。ウィス、校長の銅像が。どうやらこの町を包んでいる強烈な妖気はここから出ているようです。このままでは町が悪い妖怪だらけになってしまいます。よし、じゃあ早く結界を戻さないと。ウィス、それでは早速。これは、これは恐ろしいほどの妖気です。気をつけてください、ケイタ君。でかい。なんか今までのやつらと全然違うね。ギョロロン、我が眠りを妨げるのは誰？ギョロリ、なんかすごく強そうなのが出てきちゃった。力がみなぎってくる。数百年ぶりの自由ギョロ、ギョロロロロロン。まずは手始めに貴様らを食ろうてくれるギョロ。さっきのあの妖怪たちが結界を破ろうとしてたから、こんなヤバいやつが出てきちゃったってことかな。どうなんだろう。こいつね、強いよな。さあ、とりあえずまずちょっと口を開けていかないとね、いけないけど。うわ、強い、やばい。あ、バクロバー入れてくれよかったな。バクロバー今仲間いるよな。いや、来た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 。ちょっと待って、あれ、あ、そっか、そうだ、口全部開けないとダメなのか。弱点左だ。あ、技出さなくていいか。ちょっと回復させないとね。さあ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 、ちょっと、オッケー。さあ、あいつ殴れ、集中攻撃だ。
い方思い出したぞ。これなんとかいけるか。さあいけ、ガンガン殴れ。スライダー巻きつぞ。オッケー、経験値玉。ちょっとこれはもうちょっと負けられない戦いになってきた。さすらい玉で経験値も削ってきた。半分まで削った。オッケー。でこうなったらもう技を、全体系の技をぶち込んで相手をね、なるべく早くダウンさせないとちょっとやばいことになる。火吹いてくるのがやばいよね。もう全体攻撃で、オッケー来たぞ。あ、ジバニャンの百裂肉球強えな。一発ぶち込んだだけでノックダウンさせたね。おお、さあジバニャンの百裂肉球使えるようにちょっと容器を隠させたいんだけど、ないか。ミミン、ちょっとジバニャン前出す。オッケー。でちょっとジバニャ後ろに隠して、まずい。いやー、クワザ来る。どうしよう。てやば。カチカチ。ちょっとジバニャの技早く溜まってほしいな、容器。ちょっとジバニャはやられるわけにいかないので、ちょっと後ろに下げて。来た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 。オッケー。ミミン。取り付けがかかったから、こっちちょっと集中攻撃とか。でジバニャンちょっと出しちゃって、オッケー。惜しいぞ、ダウンさせた。さあジバニャン殴って。あ、いけるかこれ。カチカチ。お払いめんどくせえな。よし、オッケー。よし、やっつけた。あー、なんとかいった。あー、ちょっとジバニャンに粗末な腕はつけさせておいてよかったな。あれで多分百裂肉球のパワーがすんげー上がったと思うんだけど。さすらい玉で研究値ね、かける2やつゲットしたから、お、結構すごいことになってるね。バクロバーを仲間に、メンバーに入れてなかったの結構痛いな。バクロバーいたらね、もっと楽に戦えたね、これね。やりましたね。すごい、さすが S ランク。なんで助けてくれたんだろう。ういす、危ないところでした。しかしもう大丈夫、気配は消えましたね。誰かわかりませんが助かりましたね。あの妖怪を倒しちゃうなんて一体誰だったのかな。ういす、さあ見かけない妖怪でしたが助けてくれたんだからよしとしましょう。さて、これで最後の結界も元に戻すことができますよ。うん、そうだね。よろしく、ウィスパー。ウィスー！ケイタくん、よろしくなんて感激です。結界全部で4つあったんだね。
それじゃ張り切っていきますよ。結果用閉じろコマ。あたりに満ちていた容器が消えましたよ、ケイタ君。ねえウィスパー、町にあった結界はあの強い妖怪を閉じ込めるためのものだったのかな。それは分かりませんが、この桜ニュータウンには大きな謎が隠されているような気がします。ウィス、まあどうにかなりますよ。今回もどうにかなったんですから。そっか、そうだよね。行きますよ。さあ家に帰りましょう、ケイタ君。わあ今回ちょっと危なかったな。さあ初めてのボス戦ね。まだここまでやって、まだ1時間しかやってないのか。